よう、朝よ。行ってらっしゃい。ああ。すいません。なんじゃ。欲しいものがあるんです。何かな。こんな高いもの買ってどうするんじゃ。まだ飲める年でもあるまい。いや、どうしても必要で。ま、よかろう。
孫さん。本物じゃろうね。まあ飲めばわかるけど。さてと次は。次があるんですか。不服か。まあ別にわしはここでやめても。やります。孫さんお願いします。俺に技を。武功館の白虎に勝ったらまた来い。話はつけてやる。武功館、孫さんが教えてくれるんじゃないんですか。うん、早速口答えか。やりたくないのならやらんでもわしは一向に構わんな。あ、いえ、白虎という人に勝てばいいんですね。そうじゃ、勝ってからまた来い。わかりました。すみません。修行じゃな。さて、三打か、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。お主は試合を望むか。では今度も白虎を呼ぼう。キャッツもお主との試合を楽しみにしていたようじゃ。良い勝負を期待しておる。
不運と言うべきか。え？木人練習、技ともに十分と思ったが、勝負には時の運というものもある。諦めるでないぞ。すみません。さてどちら。お主ではキャッツも用意し。させるな。すみ、おお、いえ、なんじゃ、はあ、わか、はい、玉磨かざれば励め、わかりました。すみません。さてどちらか。お主ではキャッツもよいし。すんやっていき。
続けてやるか。やめておこう。魔法か、やっていくか。もっとやってみるか。もっとやっ。もっとやってみるか。またにしよう。すみません。さてどちら。お主ではキャツも用意し。
おお、白虎に勝つとは。久々にお主のような優れた修行者に会えてわしも嬉しいぞ。これで残る対戦者はあと一人。え？孫さん、白虎さんに勝ちました。ほう、勝ちよったか。約束です。俺に技を教えてください。うん、そこの鶏を10匹捕まえろ。鶏？嫌なら。いえ、捕まえればいいんですね。さて、お寺見拝見と行こうかの。まだまだじゃが、父親の血を引いておるようじゃな。親父を知っているんですね。まあな。親父が白化村にいた時に取ったものです。ん？これは岩尾と張村明。親父と張村明のことを知っているんですか？昔、ホウとワシは共に技を磨き合った。その後、ホウ消極の名は
武術家たちの中で知られ、頬のもとにはあやつを師と仰ぐ幾人かの武術家が集まってきた。張孫明もお主の父岩尾もその中の一人だった。張と岩尾は意気投合し、頬のもとで互いに技を高め合ったのだが、数年後張孫明は謎の死を遂げた。岩尾はどうしておる？親父は乱帝というやつに。ん？そんなことがあったとは。孫さん、今日はもう終わりじゃ。明日また来るがよかろう。よいか、日々の修練を怠ってはならぬぞ。わかりました。シェンファの家に帰るか。すいません。私はラッキーか。占い。お願いします。色占いでは、から波動感。あなたのラッキーカラーは青です。この色を求めれば、あなたに幸運が訪れ。ありがとうございます。では。遊ぶ十元。
ありがとね、兄さん。やるの。いろいろやって。よし。花鳥風月。どれにかける。始めるよ。風だ。参ったな。せっかくというやってよし。花鳥風月。どれにかける。始めるよ。運が悪かったね。もう一回。またこ。そう。ここは入らない方がいい。すいません。なんじゃ。薪割りやらせてください。おお。そうじゃ、見事じゃ。よし。うん。そうじゃ。よし。そうじゃ。よし。そうじゃ。よし。うん。よし。うん。よし。うん。よし。そうじゃ。よし。うん。よし。うん。見事じゃ。よし。うん。良いぞ。
そうじゃ、見事じゃ。よし、今日のところはこれしか出せんな。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。これは。あら、いらっしゃい。じゃあ選んで。あたしじゃなくてダイをね。どれだけかける？ここで終わったらつまんないよ。もう一回やるでしょ。やめておきます。また来てね。あの、失礼ですが、あなたはこの村の方ですか？いや、俺は。やっぱりそうですか。雰囲気からそんな気がしました。仕事を探しによそから来たんですけど、この村は噂に聞いた通り剣法が盛んですね。僕、強い女の子が大好きで、剣法をやってる子を見るとドキドキしますよ。そうですか。実は気になる子がいるんです。お近づきになりたいけど、僕はこの通りガリガリのヒョロヒョロだし、あなたのように強そうなら思い切って告白できるんですけどね。はあ。その子、一員さんって言うんだけど、僕の代わりに声をかけてほしいって言ったらダメですか？わかりました。その一員さんに何を聞けば。ありがとう。まずは彼氏がいるかどうか、いなかったら彼氏募集中かどうか、僕みたいな憲法音痴でも OK か、そのあたりを聞いてほしいな。そうですか。サイコロか。上でやったりいかがですか？どうぞどうぞ。何枚かけますか？では私から。
合わせて5。これでは安心できませんね。合わせて4。お気の毒様です。まだまだ挽回できますよ。続けますね。どうぞどうぞ。何枚かけますか？では私から。合わせて6。どうなることやら。合わせて5。お気の毒様です。まだまだ挽回できますよ。続けますね。また今度にします。お待ちしてますよ。ちょっといいかな。私ですか？何でしょう。聞きたいことが。付き合ってる人はいるのか？いませんけど。じゃあ彼氏募集中ってことでいいのかな？一応は。本当に嬉しいです。でも。いや、俺は。その手合わせしてもらえませんか？恋人は私より強くなきゃ嫌なんです。ああ、わかった。はい！えい！と！強いですね。手も足も出ませんでしたけど。ありがとうございました。とっても勉強になりました。本当に嬉しいです。いや、俺は実はある人から頼まれて。ごめん。私の方こそとんだ早とちりで。でも自分で告白できない人なんてどんなに素敵でも私は興味が持てません。すまない。また手合わせしてくださいね。ああ、わかった。
どうでした？一人さんに話は聞けましたか？まあ、少しは。彼氏はいましたか？彼氏募集中ですか？一応募集中だそうです。でも恋人は自分より強くないと嫌だそうです。そっか。それと自分で告白していれば結果は違ったかもしれません。それができないからこうしてお願いしたんだし、やっぱり無理な相談でしたね。もう諦めることにします。そうですか。仕事も見つからないし、もう村へ帰ることにしたんです。はあ。そんな顔しないでください。どうもお世話になりました。すみません、お役に立てなくて。暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。シェンファ。リョウ。孫さんから親父の話を少し聞いたんだ。そう。何か分かった？張孫明と親父は共にここで修行した仲だったんだ。この八ヶ村で。ああ。しかしその後、張孫明は非業の死を遂げた。え、どうして？聞けたのはそれだけだ。詳しいことはまだ。そう、そんなことが。リョウ、孫さんは助けてくれたの？まあ、そうみたいだ。そうみたい？ああ、技を教えてくれるって言われたけど。言われたけど？まずは、高い酒を持ってこいと言われて。お酒を？ああ、酒を渡したら今度は。お酒だけじゃなかったの？鶏を捕まえろと言われた。鶏？ああ、これで本当に技を教えてもらえるのか。リョウ、どうするの？どうするって？孫さんのこと。俺は孫さんを信じてみるよ。俺はあの技をこの目で見た。あの人は本物だ。うん、リョウがそういうのならきっと大丈夫。頑張ってね、リョウ。ああ。朝よ。うん。
おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。リョウ。ん？行ってらっしゃい。ああ。まずは魔法じゃ。魔法ですか。基本の型を徹底的に身につけんとな。わかりました。始めます。今日はちと難儀じゃぞ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。下げるんじゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。そうじゃ、その調子じゃ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。腰が高いと言うとおろうが。よしよし、その塩梅じゃ。よし、良いぞ。おう、なかなかやるのう。そこの鶏を10匹捕まえろ。え、また？いやなら。もちろん、やります。さて、お手並み拝見といこうかのう。Thank you.
ほう、なかなかやるの。孫さん、今日はもう終わりじゃ。また明日来い。良いな。日々の鍛錬を怠るでないぞ。わかりました。シェンファの家に帰るか。孫さん、今日はもう終わりじゃ。また明日来い。良いな。日々の鍛錬を怠るでないぞ。わかりました。私ラッキー、占いお願いします。では、来たあなたのラッキーナンバーは3です。このありがとう。ではあの遊ぶ銃撃。はい、毎度。いや、いろいろ。どれだ。じゃあ、カエルレースにバケツ石投げ、花鳥風月におまけにお年玉だよ。いい感してるね。どれだけ。じゃあカエルレースにバケツ石投げ、花鳥風月におまけにお年玉だよ。かったね。もう一回やってきなよ。また今度にします。そう。
私ラッキー、うん、裏がお願いします。色ではカラー、波動、あなた、黄色、このありがとう。ではいや、いろいろやってよし。花鳥風月、どれにかける？始めるよ。好きだ。参った。絶好このちょやってよし。花鳥風月、どれにかける？始めるよ。セクというやってよし。花鳥風月、どれにかける？始めるよ。運が悪かったね。もうまた今度そう。いや、いろいろあるん。じゃあ。ここで終わっちゃ、まだまたこそう。すいま、私ラッキー、うん、裏がお願いします。色ではカラ、波動、あなた、青で、このありがとうございます。ではカエルレースに、いろいろやってよし。花鳥風月、どれにかける？始めるよ。風だ。参ったな。
絶好調。このちょやってよし。花鳥風月、どれにかける？始めるよ。花だ。運が悪く、もう一回。また今度。そう。札を今なら。はいよ、毎度あり。どうぞ、セット。こちらの。毎度ありがとうございます。何でも買い取ります。
すみません、いないみたいだな。もっと鍛えないと、あいつには勝てない。
魔法か。やっていくか。もっとやってみるか。いや、後にしよう。ジユさん。おう、ちょうどいいところに来た。退屈してたんだよ。はい、そう来なくちゃな。ありがとうございました。どうだ、俺様のような。え、またいつ。Thank you.
すみません。さて、どちらかな。試合良いのだな。今度はこのわしが相手じゃ。今までの武装のようにはいかぬぞ。手加減はせぬ。良いな。
りさせるでない。うん、不運と言うべきか。え、木人練習技ともに十分と思ったが、勝負には時の運というものもある。諦めるでないぞ。何か食べないとな。
こっちに行ってもしょうがないな。いい匂いがするな。何を作ってくれるんだろう。バナナもらっておこう。馬もらっておこう。朝よ。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。いらっしゃいませ。どうぞ。なんセットセットで。ご満足いた。交換。今日は警報じゃ。警報ってなんじゃ知らんのか。ならばこの機会に覚えていけ。
わかりました。やってみます。さて、お手並み拝見といこうかの。そうじゃ、なかなか良いぞ。遅すぎると言うておる。そうじゃ、なかなか良いぞ。よし、良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、その調子じゃ。よし、良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よし、良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。ほう、なかなかやるの。わかっとるな。鶏を10匹ですね。うん。やりますよ。さて、お手並み拝見といこうかの。ついたようじゃ。そろそろ技を伝授してやるかの。はい、よろしくお願いします。よいか。素早く接近して撃つのじゃ。接近して撃つのじゃ。そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。お願いします。よし。
素早く接近して撃つのじゃ。そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。いや、もう大丈夫です。そうか。しかし、何回かできたからとて油断するでないぞ。はい。あの酒は憲法と本当に関係が。あの酒を買うためにはいろいろと工夫せねばなるまい。途中で諦めるようでは奥義など無理というもの。それにわしもうまい酒が飲めるしの。では鶏は。鉄山公は素早く相手の懐に入り、大地の力を攻撃力に変え突き上げる技。お主には俊敏さが足らぬ。まあ、ここの鶏を捕まえられるようならなんとかなるじゃろう。そうだったんですか。だが一度や二度できたからとて鉄山公を身につけたなどと思ってはならんぞ。はい。日々鍛錬あるのみ。